では運転席側のドアトリムから見ていきます。ツイッターついてますね。まあ中期 AP1 の中期モデルなの でシートが、赤の革シートなんですけど、まあ定番のここら辺の革の切れというのが出ていて、まあ革の方もちょっとやれてきてるかなといった感じですね。助手席側こんな感じです。助手席側の方はまだ比較的綺麗な方かなといった感じですね。で、ダッシュボード周りこちらはですね、ご覧の通り特に、気になるような乗り跡傷等はないですね。で、純正オプションのチタン調のこのオーディオのパネルがついて、デッキは CD、MD デッキがついています。こんな感じですね。ここの蓋はですね、もうちょっとこんな感じでバカになっちゃってますね。で、まあこの辺は ETC を置いたりする方もいたりするんですけれど、まあこの車は特についてないですね。で、ステアリング周りも比較的距離にしては綺麗な状態かなといった感じです。我々のスイッチ類とかもですね、ご覧の通り。綺麗な状態になっております。はい、内装はシート以外は特に気になるところがないかなといった感じです。以上です。